こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は救援3周年サンクスガチャ、お一人様3回限り SR 以上1枚確定のおまけ付き天才の入部届けガチャですね、いきたいと思います。で、結構まあ、いいガチャじゃないかな。いいガチャが来たと思います。天才の入部届と SR 以上が1枚確定のガチャが来ましたと。で、3回しか引けませんよというのと、ピックアップはなしなので、まあ、SR が確定だからといっていいキャラが出るわけではないと思います。ただ、天才の入部届が1枚必ずおまけでついてきますと。いうガチャですね。で、佐伯ちゃんが、来るだろうと、まあ、僕が言ってたんですけど、28日からかなという感じの雰囲気だと思われます。で、これは僕引きます。入部届はね、やっぱ動画で使ったりするので、あとはまあ単純にそろそろガチャ引きたいというところですね。で、その下の、応援団ガチャも結構引きたい感じはあります。で、そうだなぁ。全キャラ出るので、誰が欲しい？モードとアーサーが欲しいなっていう感じですね。あとは、ど真ん中ミクリアも結構欲しいです。ニジタニとかも欲しいね。解放したいしね。確定っていいね。PSR 出ないかな、なんか、すげえ有能なやつ。なんかの間違い。3枚ビクター。なんか出ろ、なんか出ろ、なんか出ろ、なんか出ろ。騎馬。赤髪しか出ない。はいー。罠だな、これ。罠ガチャだな。でも、天才の入部届け来るからね。うん。3枚来て、なかなか、騎馬くんとかもね、きっと別バージョン来ると思うので、覚醒来るかな、騎馬は。雰囲気ありそうだけどね。波動の中だったらね。行こう。頼むよ。虹谷が欲しいかな、やっぱ。アーサー軍団と虹谷。おお、めっちゃ出る。スバル。ビビちゃん。からの？スバル割と嬉しいけどね。はい。初期キャラだ。初期キャラだ。めっちゃ SR 出るわ。すごいよ、これ。さすがサンクスガチャ。はい。で、ラスト1回ですね。これめちゃめちゃ SR 出るね。2連続3枚って僕出たことないよ。さすがに。1枚確定とはいえ。これ多分1枚ですね。さすがに。はい。はい。ということで、覚醒素材がいっぱい集まりましたね。という感じかな。いや、でも、すごい良かったんじゃないかな。すごい良かったんじゃないでしょうか。僕は今、30連して、アンパン、滝本、スバル、水木、ビクター、ら辺が出ました。まあ、ちょっと新キャラは出ませんでしたね。すげえ出て欲しかったですが、まあそこは仕方ないという感じでございます。で、いろいろとお知らせも来てます。まずは、これですね。サンクスガチャで天才の入部届けと SR 以上1枚が確定で来ておりますよという話と、ちょ待って、プレゼントボックスに入ってるのかな？あー、3枚ですね。はい。で、あ、間違えました。はい。これか。あとは、記念キャンペーン第3弾が来ましたねと。ノマガチャ PN 以上確定。これは大きいですね。あとはサクセスプレイすると初回天才確定と。うん。まあ、天才確定は次サクセスするのと、ノマガチャ PN 以上もちょっと動画化しようかなと思っています。この2つが今回は来ているので、まあ皆さん、昨日ね、僕がね、天才確定来ますよと。どうしますかっていう話をしましたが、楽しみですね、という感じでございます。僕はシラスで入って、次やろうかなと思ってます。あとは、全国大会の結果発表
も別動画かなでやれればいいかなと思っています。うん、そうだね、別動画でやればいいかな。あ、ランスロット性能気になりますね。それもやりたいけどね。あとはサンタホムラのエピローグで獲得できる経験点が少なくなる不具合について、あ、 PSR のやつですね。僕は関係なかった、 SR だから。と、あとは公式ツイッターのフォロワー数が20万人の突破、その記念キャンペーンでナメキちゃんパワーストーン20個、そしてストアメタル2万枚ですね、これが入ってきました。太っ腹ですね、さすがコナミさん。はい、ということで、ログインをすると、僕多分プレゼントボックスに来てるんじゃないかな、これですね。ストアメダル2万、パワーストーン20個、そして並木ちゃん、並木だよいつもありがとうと。いやー最高です。僕もね、以前の11月にしたオフ会ですねのリツイートをいただいて、もう本当に感極まったと、マジかと、めっちゃ嬉しいわという感じでございました。あとはそんなものかな、でも、うん、そんくらいですね。で、ガチャが終了しましたよという話と、あとは PN ガチャが来ていて、それをちょこっと回して終わろうかな。入手チュン。僕もしかしたら、そうだな、いけるかもな、キバ。キバは50いけるかもしんないな。オーバーヒートつきました。充電したら出るんだよね。今 PN だったもんね、穴埋めした時。それで気づいたんですよ、あれっつって、 PN しか出ないっていう感じでね。ちゃんと出ますね、 PN だけね。はい、ということで、もう本当に盛りだくさんの第3弾記念キャンペーンが来ておりました。で、僕はもう本当にシラスをね、これでいきたいと思います。すっごいドキドキする、マジでセンスつけと。これに振袖雅で入っていて、センス丸のチャンスが3回ありますと。天才覚醒で1回、メスで1回、最悪登場で1回っていう感じですね。まあそうですね、登場も挑戦はする可能性はありますね。やっぱり天才覚醒でメス持ち込めているので、まあ、センスがつくつかないは非常に大きいところかなという感じではあります。まあ、結局やっぱり白瀬野州が招き猫なしでもなんとかこう無理くりね、妄想でね、イベントを完走させられるのでいいんじゃないかなというところですね。で、相良が結構イベント数重いので、マイベはおそらく妄想積極的に仕掛ける必要はあるかなというところと、あとは頼むと、センス覚醒してくれというところですね。いやー、すっごい楽しみだな、すっごい楽しみだな。あとなんかあるかな、そんなものですかね。で、あとはまあ本当に早く新キャラ28日になってくれって感じですね。早く28日になってくれって感じですね。今26なので、あと2日後26、27、木曜日か、28に来て、28に来た後にようやく作り直せる感じなのかな、ゲーシュンの方は。なんで、そうだね、そこから29開始、31だっけ、31かな。なんで3日間ぐらい作り直せますよという感じになるのかな。ゲーシュン、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 あれ、ゲーシュン目悪くなったのかな。あ、いない、ゲーシュンのバナーない。こっから入れるかな、こっから入れるかな。ゲーシュンの日程、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 あら、31からだったと思います。ありました、はい、そうですね。次が31日の2時から1月3日まで戦いがありますと。
で僕もある程度いい順位につけているので、予定さえまあ開けられれば頑張りたいなという感じですね。で、なんとかランスロットをまあ46ぐらいにはしたいなぁという感じですね。うん、ランスロット円卓でそこそこ使えるんじゃないかな。正直野手の方は得意練習守備のピッチャーなんで、評価を上げられない可能性が高くて、どうなんだろうなっていうのはあるんですけど、投手の方はね、まず間違いなく入ってくるかなと。まあ、アーサーが強くて、筋力とあとは精神ポイント、ここがバンバン余ってくるので、まあ、間違いなく技術を取れる。しかも、敏捷も取れる。ランスロットはいる、まあ、入ってくるんじゃないかな、というところではありますね。うん。野手使いもできるといいね。ちょっとわかんないですけど、どういう感じになるか。ぜひぜひその辺は楽しみに、僕も待っていたいかな、と思います。きっと PR のランスロットを、いろんな方が使って、そこは解明をしてくれるのかな、という感じですね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。